どうも皆様ごきげんよう、クリス。それではデイビッド・ザ・ダイバー続きプレイしていきましょう。さて、前回サメのパーティーがあったんですよね。クックスター皆さん見せてないと思うので見せておきましょうかね。ご飯の後、近くのビーチに寝転がってサメの花火を鑑賞する。これぞ天国だな。よかったね。ここの板前の話だと、なんとかっていう古代魚で作ったんだって。信じられる？まあ古代魚だからね、なかなかね。はあ、巨大なホオジロザメも料理してしまえば怖くないな。ごちそうさん。巨大なフカヒレが乗ってるあんかけみたいな料理、いいですね。で、当面の目標はランクアップでダイヤモンドクラスを目指そうと思っております。そんなもんかな。捕獲材料は持ってる。銃器どうしよっかな、悩んでるんですよね。セミライフルでいきましょうか。はい、これでいきま、え、お、お、お、武器を持たないっていう選択もできるのかい。怖い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 。セミライフル持っていきますよ。 OK、 よし、じゃあこれで一旦適当に潜ろうかな。ふう、とりあえず OK です。まあ、こんな感じでね、ランク3を可能な限り捕まえていきたいなって感じですね。はい、おお、農作物が終わった。はいはい、病気もうんちもしとる、病気しとる。はいはい、こんなもんかな。で、餌、おやつ、はい、これでいいかな。まだ呼び出しそうだな、これな。あら、ダメでしょ。よし、OK。教育も行き届いてる。電卓はどうでもいい。ブルーホール入り口。あー、なるほどね。あと、カンブリブダイね。ネブリブカ、コブダイ、シビレイ、赤い。まあ、睡眠銃持っていくしかないっすね。睡眠銃で、死なれる前に眠らせて、っていう感じですね。この辺ちょっと気になるけど。ねえ、ちょっとね、やっぱ、サーチできればいいんだけどさ、実際。そういう機能はないからさ、難しいよね。とりあえず OK です。じゃあどうしよっかな。とりあえず農場行って、見てこないとね。さて、じゃあ戻ってきたけど、睡眠ライフルになってる。OK。よし、じゃあまた捕獲ガンガンしていきましょう。ふぅ、ようやく帰ってきました。OK です。まあ満杯じゃないけど、まあいいでしょう。 OK、 花火上がってるけど、なんだ、ハッピーハロウィーンか。ハッピーハロウィーンね、ハッピーハロウィーン。はい、 OK。 ごめん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 、再派遣しちゃった、間違えた。まあいっか、寝てる、病気になってる、オンにします。オフだ。はい、じゃあまず農業行きましょう。さあ、支店にやってきてます。食材はあるかな。あるね、大丈夫だね。ランクがだいたいマックスになってるようなやつばっかりかな。うん、 OK だね。じゃあ大丈夫でしょう。キルハギ、南洋ハギ、ミノカサゴ寿司を出しますよと。あと大丈夫だろう。はい、 OK。 おー、なんだ、あー、ハバネロおじさん、話進むんかい。はぁ、昼はなんとか耐えられるが、夕方はいくらなんでも冷えすぎる、凍え死にそうだ。そのホットペッパーツナという料理について調べてみたかね。はい、ちょうどその歌を作った人と知り合いでレシピ聞いてみたんです。そう、それは本当かね。なら焦げ死んでしまう前に早く用意してくれ、待っているぞ。今作るの。ジャンゴにぬくもりを。ジャンゴに料理を振る舞おう。え、メニュー追加でホットペッパーツナを作る必要があると。はい、じゃあ料理研究だね。あ、一応作れそう。ホットペッパーツナどれだ、ん、どれ、ホットペッパーツナ、もしかして今研究できない。いや、もしかしてあれか、ランク上がんないとダメか。おっと、マジでランク足りてねえのか。あ、ダイヤモンドじゃないとダメかこれ。あ、そう、まあいいや、じゃあ分かった。とりあえずじゃあ少しでもその袋を投げて、
黒うなぎゼリーがいいのか、この辺にしよっか。はい、ついでに強化もしますね。いや、ホットペーパーツナーあるやんけ。そういうことか。ホットペーパーツナーを開発してたわ。じゃあこれを入れときゃいいのね。はい、わかりました、わかりました。待って、料理研究今しなくてもいっか。なんかすげえめんどくさくなっちゃった収録帰りやった方がよくね、それ。三つ繰り染めの腹、あれ前回やんなかったっけ。まあいっか、とりあえず入れといて。はい、でお寿司じゃなくて、なんかね、その料理系がなんかすごく稼ぎがいい気がするんだよね。なんかあっかな、料理系。今もしかしてない、調味料が枯渇してるか。料理系が一切ねえ気がする。いや、そんなことねえか。とりあえずレベル順じゃねえな。レベル順にしてるからダメなんだ。価格順にすればいいんだ。そうだね。で、どの辺がいいかな。この辺を強化したいんだけどね。ニンニクがねえのか。三島おこせ、難しいね。まあ、とりあえず今は価格順にしてるからどんどん並べていっちゃうか。こんなもんでいいか。はい、これでとりあえずいいでしょう。まだスタッフは募集中かな。あ、採用ある、できてる。じゃあどうしよう。お金が全く足りてねえけど。詳細、あ、東北は料理がめちゃくちゃいいんですね。いやでもね、今配膳なんだよ。片付けカクテルデッキはめっちゃいいじゃん。お前片付けできんの。料理も配膳もうまいぞ、お前。結構バランス型だな。お前は配膳が、あー、なるほどね。まあでもそんなにそんなに強くはねえな。料理配膳どっちもいい。あ、まあでも奴隷が一番いいか。なんか奴隷って名前なんか嫌だな。でも食材で売っちゃってもいいものないかな。保有量数順になってんのか。200、300ぐらいあればいいはずだから、まあ、20ぐらい売るか。そうすればスタッフが1人雇えるはず。採用で、奴隷、ちょっと彼を採用しておこう。で、はい、よし、まあ、とりあえずお試しで入れておこっかな。教育は全然できないっしょ。やった方がいいのかな。やるか、やるか、もうちょい打ってやるか。どれくらい売ろう。100になるように売るか。これで少しはスタッフレベルアップできんじゃないか。教育、はい、片付けを覚えました。はい、これで片付けができるようになった。で、これで俺はお茶とビールに注力すればいい感じになったはずだね。 OK です。よし、じゃあやろうか。わさびとカクテルはラプターがやってくれる。片付けは奴隷がやってくれるから、よし、じゃあ行こう。養殖の魚は好まないが、夫の養殖魚の品質は文句のつけようがない。狩りがままならないときは養殖場に立ち寄るといいだろう。なんか新しい政府になってる。奴隷さん大丈夫？ Right here. 正直に話します。実は履歴書に書いたことは嘘です。何をすべきかよく分かりません。お前、マジかよ。今このタイミングでそんなこと言う？まあ、仕事はやりながら覚えてくれ。はい。はい、じゃあ持っていきまーす。お茶組は俺の仕事だからな。ほらよ！汗かいてる。
そんなモンハンみたいな生え方してるかな。そんなすぐ食べる。雪山溶けるで。ガーに気が湧いてくる。全身が温まっていくぞ。ふおー。脱ぐ。汗も出てきたな。凄まじいリアクションですね。とにかく寒くなくなったなら良かったです。ようやく生き返ったぞ。おっと、そういや自己紹介がまだだったな。俺は流浪の商人ジャンゴという商人。世界中の貴重で珍しい食材を集め売るのを生業としている。ほう、うん、食材とな。もしかしてあれですか、調味料とか売ってくれる。板前、実に見事な料理だった。もしよければ時々揺らしてもらって食材をお手頃価格で売ってやろう。まあほとんどは君でも手に入れられる食材ではあるが。おそらくこのトリュフは持っていまい。おー、珍味。何、じゃあトリュフとかあのキャビアとかフォアグラとか手に入るのか。うん、トリュフ、めったに手に入らないという貴重なキノコか。これは料理をごちそうになった俺にプレゼントしよう。トリュフで作れる料理のレシピも含めてな。研究してみる価値はありそうだ。礼を言う。どれどれ、この道を通るのは火曜日、木曜日、それから土曜日か。夕方は冷えるので午後に立ち寄らせてもらおう。良い食材を手に入れて持ってくるぞ。あー、なるほど。では今日のところはこれで、火曜、木曜、土曜の午後に会おう。はっはっは、写真撮っとこう。マジかよ。はい、トリュフ新規レシピ、いいですね。はい、ジャンゴにぬくもりを。はい、流浪の商人ジャンゴ。火木土の午後に番中寿司にジャンゴが訪れます。ジャンゴは特別な商品を持っています。時間を合わせて寿司屋を訪ねてみましょう。寿司屋ね。シークレットレシピなんてあるんだ。へえ。塩、味噌、ライス。なるほど、やっぱ調味料系か。トリュフいいね。はい、1、2、3、ほら、よし、いいんじゃない。待って、お茶、お茶組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 。うおー、おー、危ねえ。1、2、3、4、オッケー、いいか、いいか、いいか、早く、早く、早く。うおー、お茶組、うわくそー、お茶組できなかった。みんな頑張ってくれ、みんな頑張ってくれ、みんな頑張って。おー、わさびは俺がやる。うおー、くそ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 。料理が間に合ってないんじゃないか。大丈夫か、大丈夫か。みんなのペースで頼むぜ。ビールとかお茶とか大丈夫ですか。ビール。1、2、3、ほい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 。あーと、グッド。まあいいでしょう。うわー、食器は俺もやるぞ。うおー、うお、お前がやってる、俺がやる。じゃあこっち俺がやる。うわー、頼む頼む頼む。うわー、一番端っこじゃないか。さー、うー、指定を出すにはちょっと人手が足りなすぎる。大丈夫か、大丈夫か。ビール。うわー、泡が 20% ぐらいで、泡が 20% ぐらいで。そしてわさび寿司しか出ておらん。大丈夫か、パーフェクト。うー、わさび寿司しか提供していない瞬間があった。おい、低評価向こう出てるぞ。こっちも出たけどさ。クソ疲れたが、教育しなきゃ。見つけるためのハラミ好き。はい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 。1万4000あれは十分でしょう。はい、視点はどうだった。あ、視点出てる。あー、まあ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 。あー、でもあんまりって感じだね、デーブ番長。はい、まあまあまあ。ようやく1ヶ月経ったな。そして霧だー、霧の日だー。メール来てる。ん、何かメールが届いてるね。確認してみようか。お祭りか、お祭りか。キュウリ、何これ。住民の皆様お元気ですか。キュウリを愛する者の会、略して旧愛会です。キュウリを愛するってこと。料理からキュウリを抜く人が見かけたら教えてあげてください。あなたはキュウリの真の美味しさをまだ知らないのだと。栄養価が最も少ない野菜でギネスブックに載っただろう、キュウリ。3日後に開催されるキュウリパーティーはキュウリの魅力を世に知らしめるお祭りです。味よし、お肌によし。キュウリを提供される飲食店はぜひキュウリ料理を用意して ご参加ください。キュウリの緑色の愛の色です。キュウアイ会、何を言ってるんだ。キュウリを使った
キュウリを愛する者の会だって、キュウリは好き嫌いの分かれる食べ物ですから。確かに俺も好きではないな。あの匂いは苦手だぜ。あ、生臭さが苦手な人いるよね。でも新鮮なキュウリを使った美味しい料理だってたくさんありますよ。まあとにかくその練習がこの辺りでイベントをやるってことだな。きちんと料理をすれば売り上げアップのチャンスだな。そういえば農場にキュウリはなかった気がしますね。お父さんに聞いてみます。キュウリパーティー、マジものすごい霧ですね。夕方にまたあのフードどもが来るかもしれんな。ということはまた夜のあそこも行かないといけないって感じか。どうや、俺どうや、綺麗に拡張されとるやろ。されとるされとる、いいね。お米も大量にゲットだ。でキュウリのことも聞かないとね。で枯れちゃったのもあるな。こうやってね、ちゃんとやってますから大丈夫ですよ、はい。で会話、おっとさん、畑でキュウリでも栽培できますか。キュウリ、あんなまずい野菜を栽培してどないするんや。まずいだなんて、爽やかな後味が癖になるのに。わしが理解できん、ほとんど栄養もあらへんし、匂いもきついし、まあ、栄養がないのは実際そう。そいつの種はいらんと思って積み込み放り込んどいたんやけど、どうしてもっていうならリリースに追加食でやったね。じゃあキュウリ植えるか、まあ6個ぐらい。じゃあ雑草を剥いて、キュウリは一生懸命、じゃあどんどんキュウリ手に入れないと料理開発も多分できないだろうからね、やっていかないと。こんなもんか。でこう、で、で人参、人参この辺も。で畑の作業が滞っておる。さすがに6つもあるとなかなか辛いもんがあるな。6つじゃねえ、何言ってんだ。 3×6 で18だよ。お、上路2号にだいぶ前に変えたけど、それでもまだ現役で頑張ってくれてんな。これはな、サミーをアルバイトとして雇った方がいい気がしてきたな。これ毎回ここに来ないといけないもんな。 OK、 よし。で、いや、まあスマホのあれもあるんだけど、違うんだ。お寿司屋さん行って、はい、来ました。教育しなきゃ。で、採用だ。まず採用だ。東北が料理がうまいんだっけ。そうだね、東北採用しよう。東北採用で、竜とパイも一応採用はしておこう。視点があるからな。で、これでよし。で、東北が良かったんだよね、確かね。で、どれが最終的にどうなるかっていうのは、一回採用すると分かんなくなっちゃうんだよな。エビ天徳寿司、すげえもうお前覚えるな。とりあえずレベル10まではみんな一気に上げたい。はい、カクテル提供いいね。飲み物提供はされないんだなっていう気はするけど、片付けもしてくれるからな。まあほら、覚えなさい、どんどん覚えなさい。よし、カラフトシシャモ焼きいいね。 OK、 2人してカクテルを提供してくれる。じゃあ結局飲み物は俺がやらないといけないんじゃないか。はい、東北もどんどん覚えてって、食材の勉強とかどんどんしてるね。偉いね。まだいける。売り上げは全部教育に使ってる。よし、いいでしょう。視点は今はいいや。とにかく自分たちのお店もままならないのはよくねえよなと思いますけど、どう思います。あれ、派遣今してない、もしかして。ちょ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 、スタッフ、あ、今派遣してねえわ。了解。これさ、どれだっけ、お店管理か。こっからは見れないよね。そうだね、支店って書いてるけど待機室になってね。支店情報、あー、なるほど、そんな感じか。とりあえずパックスタ見て、
マジでホットペッパーツナイエー、お前も食いに来たんかい。4500ってすげえな。すごいプリプリして美味しいサメ料理だ。名前の由来が気になるね。ミツクリザメ、確かに。バシオカジキ食べたことある人？何や、ハテナマークが出たんだよ。で、お前は何が出てんだ？何か強化できるようになった？ん？わからん。なんだ？なんか出てたみたいだけど。違うな。ハッシュダーツが作れるようになったよってこと？でも保有位置？ん？わからん。何のチェックマークだったのか全然わからんな。じゃあ、していくか、今度は。やることが多いなぁ。やることが多いなぁ。餌あげようねー。ももだっけ？ももはこちら。そうだ、お前は誰だ？そら、もちだ、もち。かわいい。視点に行こう。おぉ。みんな勉強したりとかいろいろしてる。はぁ、マネージャーだなんてね。まあ、私は確かに有能ですけど、少し面倒だというか。ここで働いてる元気が出ます。マネージャーにすると特別な会話聞けるんだね。まあまあ頼むよ。で、スタッフもう一人入れるからさ、頼むわ。どうしたらいいだろう。とりあえず、全員レベルガンガン上げていかないとね。で、ホールに居つきはいいと思う。確かに魅力がめちゃくちゃ上がるんだよね、教育。はい、飲み物配膳ができるよ、いいね。飲み物配膳だったら俺の方欲しいよ今。で、パイも、はい、教育しよう。いやー、みんなのレベルガンガン、あ、いや、A 級レベル、料理力アップだ。OK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 、いいよ。よしよしよし、いいんじゃない？ちょっとはこれで変わってくるだろう。で、はい。で、こっちに食材ってどれくらいある？あ、まだあんな。じゃあ、いっか。OK です。よし。え、メニュー見る。何これ。あー、そういうことね。はいはいはい。あ、じゃあ、いつきたちの話しても俺聞いたことねえや。数年間忍者の修行を積んできましたが、忍者では生計は立てられなかったんです。何なりとお申し付けください、殿。忍者で、このご時世に生計立てるのは難しいね。どんなことも繰り返し修行を積めば必ずや極めることができよう。なんか、下に雇っていいキャラじゃねえな。オッケー。じゃあ、あとはミニゲームでギャオを見て、終わろうかな。ちょっと養殖場とかは、収録帰りやりますわ。OK、じゃあこんなもんかな。はい。じゃあ、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。